うわ、今のめまいは、ああもう大丈夫だよ姉さん。ちょっとクラッとしただけだから。姉さん、そうだ姉さんだ。ニルヴァーナはあの時父さんの工房で、姉さん、そうだ、どうして僕は忘れていたんだ、どうして僕は分からなくなっていたんだ。姉さんは、僕の姉さんは、僕が死神を、ラグナザ・ブラッドエッジを追っていたのは姉さんの病気を治すためなんかじゃない。姉さんも、ニルヴァーナの部品にされた姉さんを元に戻すために青の魔導書を手に入れようとしていたんじゃないか。それなのに、ごめんね姉さん、姉さんのことまでわからなくなるなんて。いくらここが普通の場所でないからって姉さんのことを忘れてしまうなんて、そんなこと絶対にあっちゃいけないのに。そうか、そうだ、覚えてる。思い出した。どうしてこんな事態になっているのか。あの時空に浮かんでいた黒い球体にみんな取り込まれたのか。そして意識や記憶が改ざんされた。誰が何のためにそんなことをしたのかはわからないけど。いや、誰かははっきりしているか。ノエル先輩だ。神殺しの剣であり、青の継承者であるノエル・バーミリオン。彼女の意志が世界を歪めたのか。世界を歪めるほどの力がノエル先輩にはある。待てよ、この世界に選ばれた資格者は冥王イザナミを倒すことで青を手に入れ夢を叶えるんじゃなかったのか。いや違う違う、ああ記憶が一気に戻ってきたせいで混乱してるな。僕もまだ未熟だ。落ち着け。僕が今やるべきことは何だ。姉さんを元に戻す、それだけが叶えばいい。青の継承者であるノエル先輩の目を使ってマスターユニットは世界に干渉することができる。つまり世界には今最上位の観測者がいる。この状態でいくら青を手にしたところで世界を改変できるわけがない。マスターユニットの観測には勝てない。つまりノエル先輩の存在を抹消しなければ姉さんがニルヴァーナに組み込まれなかった世界を作ることはできない。ノエル先輩を殺す、でもそれが最善の唯一の道なのか。死神が持っている青の魔導書では姉さんを戻すことはできない。でも別の魔導書なら。そもそも姉さんを元に戻す魔導書を作ることは不可能なのか。いや、姉さんそのものを作り直すことだってできるはずだ。あの男が言っていた、姉さんを作ってやると。選択肢はまだいくらでもある。でも僕には何より知識が足りない。僕はまだ何も知らない。僕に知識を与えてくれるもの、それは。行こう姉さん、目的が決まった。あの男を、父さん、レリウス・クローバーを探すんだ。そしてあの男が知る全ての知識をもらう。必ず元に戻してあげるからね姉さん。
すごい雪。あたり一面真っ白だわ。都市として機能しているのが不思議なくらい。この積雪量、話に聞いていた通り、環境維持は完全に停止しているようね。ここなら、あるいは。やっぱりここの釜は、死神に破壊された後、放棄されたままなのね。また記憶が少しずつ。そうよ。そうだわ。あの時、レリュース・クローバーは各地の釜を一斉に稼働させた。その魔素の痕跡すら感じないなんて。これこそ、ここがエンブリオの中だという証。でも、だったら、この釜を再稼働させることは可能なはず。統制機構の手から離れたこの町なら、私としても好都合だわ。これが、秋津の釜。思い出すわね。第七機関で、あなたと研究していた頃。私の予測が正しければ、あなたはそこにいるのね。ロイ。感じる。かすかな魔素の流れを。やっぱり、この釜はまだ生きているんだわ。だとしたら、ラオチュー、お願い。少しだけ私に力を貸して。心配しないで。何も教会に飲まれようってわけじゃないわ。ただ、彼と会って話さなきゃ。ロイの意思を確認しないと、私自身も前には進めないの。だからそのために、私は、この釜を開くわ。待て、ライチ。テイガー、どうしてあなたが？それはこちらのセリフだ。ライチ、お前は今何をしようとしていた？ロイのことか。その様子を見る限り、お前も記憶が戻ったようだな。じゃああなたも？どうやらそのようだ。お互い長い夢を見ていたらしい。それでロイについて全てを思い出したお前は、奴を追って教会に落ちるつもりか？ごめんなさい。でもあなたには関係のないことよ。そう言うな。お前が死ねば悲しむ者は大勢いるはずだ。お前の助手リンファだったか。彼女はどうする？私とてお前の元同僚だ。せめて説明してくれないか。お前はロイについて一体何を知った？そうね、確かにあなたや九重博士には伝えておくべきかしら。九重博士に連絡は取れる？残念だが今は無理そうだ。おそらくこの特殊な場の影響だろう。そう。だったら、もし連絡がついたら博士にも伝えて。ロイ、アラクネについて真実をつかんだと。ロイの真実だと？どういうことだ？アラクネという体は単なる器に過ぎなかった。本当のロイは、彼の魂はまだ教会の奥に眠ったままよ。つまり私たちが追っていたあのアラクネはロイじゃない。ロイの意識を通して生まれた他の何かよ。なんだと？器と言ったら、ならばあれは一体？テイガー、ロイの意識はまだ教会の中をさまよっているわ。私は彼をこの世界に引き戻したい。そのために私は行くわ。生身で教会に入ればただではすまんぞ。それにこの釜を再稼働させることはお前には不可能だ。
そうね。確かに私はレリウス・クローバーではないもの。だけど教会に入る方法は他にもあるわ。教会に入る方法が他にだと？話はここまでよ。あなたはあなたの役割に戻って。この特殊な世界では九重博士もあなたを必要としているはずだわ。そして私も私の役目を果たすわ。やれやれ、相変わらずの頑固者め。だがあのままにしておくわけにもいくまい。他人を心配させるところは同僚だった頃と変わらんな。おっと、どうやらここで当たりみてえだな。よくやったじゃねえか、狭間ちゃんよ。まったく、最近人使いが荒くありませんか。いくら私が諜報部だと言っても、自称の断片まで探すのは大変なんですよ。あ、まあ、でも、計画通り、死神が神殺しを倒し、この自称まで戻ってきたみたいで、よかったですね。計画通り、計画通りね。何か気になることでも？ちっ、どうも順調すぎねえか、ラグナちゃんよ。